州内のノーサンバーランド郡の位置。郡内のポイント郡区の位置。ポイント郡区は、アメリカが州国ペンシルベニア州、ノーサンバーランド郡にある郡区である。2000年現在の人口は3722人。アメリカ国勢調査局によると、ポイント郡区の総面積は70.8平方キロメートル。65.2平方キロメートルが陸地で5.7。 平方キロメートルが川や池などの水地域である。2000年の国勢調査によると、ポイント分区の人口は3722人であり、1433世帯1057家族が居住している。人口密度は1平方キロメートルあたり57.1人である。1523軒の家があり、1平方キロメートルあたり23.4軒の家が建っている。 町の人種構成は98.55%が白人0.35%が黒人内市アフリカ系アメリカ人0.21%がアメリカ先住民0.38%がアジア人0.00%が太平洋諸島系0.11%がその他の人種であり0.40%は根結である人口の0.70%は ラテン系である。全世帯の27.9%には18歳未満の子供が同居しており、6 4ン4は夫婦で一緒に生活している。6.0%は夫のいない女性が世帯主であり、26.7%は独身である。全世帯の21.6%は一人暮らしであり、10.6%が65歳以上である。 平均世帯人数は2.44人、平均家族人数は2.81人である。ポイント群区の人口は20.2%が18歳、未満、18歳以上24歳以下が4.5%、25歳以上44歳以下が26.2%、45歳以上64歳以下が28.1%、 65歳以上が21.0%で、ある。年齢の中央値は44歳である。女性100人に対して男性は93.7人で、あり、18歳以上の100人の女性に対して男性は89.2人である。町の1世帯あたりの平均収入は43,276ドルで、あり、1家族あたりの平均収入は49,211ドルで、ある。 男性の平均収入が34,054ドルに対し女性の平均収入は22,708ドルである。一人当たりの収入は22,251ドルである。人口の5.3%が極貧層である。18歳以下の住民の4.7%、65歳以上の住民の8.8%は貧しい生活を送っている。ありがとうございます。